はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。でこの動画はね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、おとといのね、夜の話なんですけどもね、まあ、いつものように歯磨きをしたんですよ。そしたらね、口の中でね、コロンってね、何かが転がったんですね。道端に落ちてる石ころが転がった感じでね、まあ普通そんなことないじゃないですか、口の中に何か転がるってね。でも口の中に石ころがある感じがするんですよ。ほんでね、手にペってこう出してね、見てみたらね、約12年くらい前に治療した時に詰めた銀歯が取れてたんですよね。原因はね、いつものように免疫抑制だと思っています。まあ、改めましてね、僕のね、歯についてね、説明させてもらいますけどもね、まあ、僕はね、白血病のね、治療のためにね、骨髄移植をしました。そしてね、骨髄移植による副作用のために、それを抑えるためにですね、免疫抑制剤という体の免疫力を抑える薬を飲んでいます、今ね。その免疫抑制剤っていうのはですね、骨や歯を柔らかくしてしまう、脆くしてしまう副作用がね、ありましてね、まあ、骨ならね、骨粗鬆症になってしまったりとか、歯ならね、虫歯になりやすくね、歯茎が痩せやすくなったりします。で僕はね、骨は今のところはですね問題ありませんけども、歯への影響がねものすごくてですね、虫歯だらけでね、歯茎もねすごい痩せてしまってるんです。で虫歯だらけなだけならまだいいんですけども、その治療をしてね、詰めたはずのね、詰め物までね取れてしまうというね、まあ、骨髄移植後のね虫歯になったところをね、治療を詰める外れるで再治療を、ま、詰めるで外れるという感じでいたちごっこを繰り返している状況なんですよ今。そしてなんと今回取れたところはね、白血病になるはるか前の、まあ、今からほんまにさっきも言いましたけど、約12年前に治療した銀歯なのでね、ちょっと驚いてます。治療したての箇所っていうのはね、まあその免疫抑制剤で脆くなってた歯をね、治療しているので、まあ外れるのはね、もうね、慣れて聞いてますけども、予想もできるんですけども、12年もの間ね、しっかりとね、詰まってくれてたので、まあでもこいつもいつかはね、外れるだろうとね、思ってた、予想してたんですけどね、まさかこんなに早く外れるとはね、思ってませんでした。それがまあまあ大きいんですよ。見てください。見せてくださいって見せるんかいって感じなんですけども、これね、ちょっとジップロック、かわいいジップロックに入れてるんですけどね、見えるかな、手の上に乗せてね、まあまあこれぐらいの、やってみたらね、あの宝石みたいで綺麗ですよね、何言うとんねんって感じなんですけどもね、このサシで見てください。これもね、30センチサシですよ。竹でね、作られてる。まあ僕らの世代だったらね、もうご存知だと思います。昔はね、これね、学校でね、もらったやつですよね。これ合わせ、乗せてみたらね、だって1センチはあるんですよね。1センチ。あんまり近づけたらね、歯なんでね、あんまり綺麗なものじゃないんで見せれないんで、まあ結構これぐらいの距離感で 見てもらうんですけども、センチはあるんですよ。で、厚さはだいたい3ミリぐらいの 分厚さで、で、下に埋まるように、下の方にこうやって埋まるようにね、尖っている感じなんですけども、これがもうポロッと取れてしまって、ねえ、もうびっくりしました。まあまあ大きい詰め物でしょ、ほんまに。ほんでね、もうついさっきですわ、ほんまに、ほんま1時間前か。病院の受付じゃないか、予約の電話が、夕方の3時から4時までの1時間の間だけしか繋がらないんで、しかもそれもね、ガイダンスが流れてね、まず番号を押してね、しばらく経ってからおかけ直してくださいって、また電話して、ガイダンスのボタンを押して、しばらく経ってからおかけくださいっていうのを何回も何回も繰り返して、45分くらい繰り返して、やっと繋がって、で、明日、予約外での、まあ、予約外の朝9時から9時半には受付してくださいっていう仮予約的な予約を入れることができたんですよ。まあね、仮予約的な予約なんで、何時間かかるかね、わからないんですけども、まあ、とりあえず行ってきますわ、明日の朝ね。でね、まあ、コメントくれてた人の中でね、その人はまあ病気ちゃいますけど、まあ、過去にね、詰めてた詰め物が取れたと。で、まあ、僕の同じようなことがね、起こってる人が言い張ってね、まあ、その人がね、取れてたところにまた詰め直したら、まあ、上手に埋まってくれたみたいなんですよ。その子取れてないみたいなんですけども。で、まあ、今のこの世間の状況がね、就職したら、まあ、その人は歯医者に行くと言ってましたけども、まあ、僕の場合はね、その今の体のこともあるしね、
まあ、他のね歯の状況もあるから、まあ、急を要しますので、しかもその次回の本当の予約っていうのが9月なんですよ、まあ、その日まで待ってられへんからね。こんな状況ですけど、まあ行ってきますわね。えほんまにえらいことですわ。しかもねこの歯をね治療した約12年前もですね、結構な日にちがかかりましてね、削った詰めての繰り返しでね、そこもそれもね、まあね途中はですね、その治療の途中はですね、こう噛み合わせを確認してもらうこともできなかった、まあ、忙しかったんですからね、先生、まあこれでいいわと思って済ませたかもしれないですけども、今その治療の断面あるじゃないですか、途中のところね、その断面が鋭かったんですよ。もう鋭利なその角があったんですよね、ほんまに。ほんでほっぺたの内側とか噛んだりとかね、舌とか噛んだりして、まあその鋭利だから余計気になるじゃないですか。で口の中がそういう風に自然に切れたりとかして出血するなどのね、まあ、悲惨な状況だったんです。でそしてその詰め物が取れたこの2日3日っていうんですか、その鋭い断面がね復活してしまっているんです。もう油断したらねめっちゃ痛いんですよ。ただでさえね骨髄移植で、ね、副作用のね粘膜障害の口内炎もあるしね、まあ、悲惨な状況だけがねほんまに悪化しております。まあそういった感じでね、そんな状況のね報告でございました。とりあえず明日行ってきます。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がねいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。